さあ、まもなく試合が始まりますが、大竹さん、はい、一方の FC 東京なんですけれども、今度はどんなところが楽しみでしょうか。そうですね、あの昨日の試合に関しては、はい、各セットともですね、なかなか調子が上がらずに、そのリズムを作れない状態のまま終わったっていうようなところがあると思うんですよね。はい、あのまあ、昨日の試合の中ではやはり課題として挙げられるのが、はい、そのサーブで攻めきれてなかったっていう風なところと、やはりサーブレシーブがしっかり返ってなかったっていうようなところがあると思うんですよね。はい、ですので、そのサーブレシーブがしっかりと返れば自分たちのバレーがうまく展開できるっていうような形になると思いますのでね。はい、それをいかにしてその返球率を上げていくかっていうようなところがポイントになってくるかなっていう感じがしますね。まあ、パナソニックは昨日は徹底してクバーレンとエスペホを狙うというのがありましたので、どうでしょうか、やはり谷口の活躍というのも気になるかと思うんですが。そうですね、やはりその2人の負担を減らすっていう風な意味でも、谷口がもういろいろといろんなところまで取りに行くっていうような形、はい、積極的にどん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 とやっぱり取りに行くっていうようなところが大事になってきますよね。はい、谷口が8回しか昨日受ける機会がなかったんですね。そうですよね、はい、それに対してそのエスペホと両選手ですね、はい、そのやはりサーブレシーブの本数を狙われているというのが多くありましたんでね。はい、まずはこのクビアクのサーブが注目です。クビアクのサーブで試合が始まります。ここはネットにかかりました。 FC 東京にサイドアウト、まだ得点が入ります。 FC 東京クバーレンがこれからサーブを打ちます。どうでしょうか、やっぱりこの最初のサーブ、FC 東京ここは攻めていくというのが大切でしょうか。そうですね、やっぱりこの1本目の入りですよね、はい、そこら辺がしっかりとできるかどうかですけども、は
はい、これも攻めていったサーブにはなりましたが、エンドラインのわずかに外側でした。さあサーブ権がパナソニックに移ります。22番の小宮のサーブです。谷口がここは受けます。手原上げて長友が後ろから行きます。ここはよく拾いました。クビアク上げる。清水少しペイント見に行きます。手原、谷口、エスペホブロックワンタッチ。よくここで待っていました。クビアク、チャンスボールは FC 東京。谷口、エスペホレフトブロック、ここは止めてきました。3枚飛んでいました。いい形のブロックだったと思います。いかがでしょうか。そうですね、今の3枚もしっちりと締まってましたんでね。はい、まあ、昨日もあの出だしそうだったんですけども、やっぱりエスペホもちょっと単調に行き過ぎてるかなっていう感じがしますよね、はい、ですのでああいう風なラリーになってる時にやっぱりブロックに当てて自分たちの方にもう一回切り返してっていうような形が必要になってきますよね。エスペホが受けて手原、もう一度エスペホ、ここもブロック止めてきました。2本連続ブロックポイント。久々の先発となりました。清水もはつらつとした表情でプレーをしています。はい、そうですね、はい、日本代表に対して V リーグで結果を残したいということは本人も、パナソニックのウェブサイトなどでも語っているんですが、なかなかやっぱり途中から出るのは難しいということも本人は話していました。はい、だと思いますね、はい、やはりあのスタートから出て調子をつけていきたいというようなところもあると思いますからね、はい、さあアンダーで上げます。中本返し下げ、ここはま返しきれませんでした。得点は FC 東京に入ります。ダブルコンタクトがありました。FC 東京にサーブ権が移ります。2点目が入ります。小竹さんもやはりレギュラーで活躍していた時期が長いと思うんです。やっぱり途中から入るというのは難しいですか。そうですね、あのちょっと、まあ、途中から入るっていう風なのは、はい、結局劣勢な状況になってるっていうこともありますんでね、はい、そこら辺からまた挽回していくっていう風なのはかなりの能力を要する部分がありますので、はい、そこら辺ではちょっと苦手だったかなっていう感じがしますけども、ね、技術もそうですけど、あれメンタルっていうのは大事なんですか。そうですね、やはりあのいかにして、まあ、チームが当然あの沈んでる時ですからね、はい、そこら辺を立て直すためにはどうしたらいいかっていう風なところになってきましたからね、はい、ここは長友が決めてきました。ちょっと清水も悔しそうな表情で床を左手で叩きました。さあ手原のサーブです。強いローテーションになります。レシート局前を狙います。山内、深津、清水、ここは待っていました。 FC 東京ブロック止めました。小田島が止めています。今の手原のサーブなんかもいいんですよね、はい、あの前衛にいる山内を結局サーブレシーブさせることによって山内が遅れますんでね、はい、そうすると、まあ、ブロックも絞りやすくなるという形になりますよね。これも山内です。今度は中本が決めてきました。まあ、今中本決めましたけども、はい、あの2枚きっちりとあの FC の方もブロックいってますんでね、はい、相手の得点になってもこういうのがまた効いてくるんでしょうか。そうですね、そういうふうなところで逆に相手にストレスを与えるっていうようなことも大事になってきますよね。なるほど。5対4です。中本のサーブ、この変化をかけましてエスペホ、手原、エスペホを狙います。フォア出し取ってくるが谷口返すだけ、いいが、もう一度上げる、クビアク、ここもワンタッチ取ってきました。ボールもコートの中に落ちています。昨日はクイックも見せましたクビアクでしたが、今日はしっかりとまずはサイドから決めてきました。中本のサーブが続きます。トゥーサーブ、手原、長友が打つ、ここは清水、天井に当たりました。ここはやはり天井っていうのも気にしていかないといけないですね。はい、そうですね、ちょっとパナソニックの体感は真ん中のあたりがですね、はい、ちょっと沈んでるような形になってますので、はい、はい、形がちょっと独特の形になってますよね、はい、さあエスペホがサーブを打ちます。東京のファンからの蹴り押し、お強いサーブ、中本から山内を使う、ワンタッチ取ってきました。昨日はバックアタックも決めるというような活躍を見せました山内です、はい、この VTV でも昨シーズンまで解説をしてくださった唐山崎さんがツイッターで言ってたのちょっと私も見たんですけれども、はい、ブラジルのルーカス・サートカンプのような、はい、なというような、はい、うね、話もしていました、はい、サートカンプもすごい選手ですからね、
長友ライトからリバウンド清水復活に帰ります。クビアクを使ったワンタッチは中に入っています。ここはクビアクが決めてきました。ここで8点目が入ります。パナソニック8対5とリードして第1セット1回目のテクニカルタイムアウトです。今のもこう微妙なところですがやっぱり触れてるんですね。そうですね、はい、もうしっかりと上の方の高いところを打ってますんでね、はい。さあ試合の滑り出しですけれども小竹さんどうなりましたか。そうですね、まあ、パナソニックの方としてはもう基本的な形ですよね、はい、サーブで攻めてブロックでしっかりと仕留めていくっていうような形ができているんで、はい、この辺では昨日に引き続いて、いい形の入りができているんじゃないかなっていうような感じがしますよね、はい。対する FC 東京の方なんですけどもやっぱりエスペフォーですよね、はい、彼がやはり結構ブロックに当たる本数っていう風なのが多いっていうようなところもありますのでね、あれをやはりもうちょっと余裕を持ったような形のスパイクの打ち方ができると自分自身のリズムをまた取り戻すっていう形ができると思うんですけどもね、はい、今ちょっと向きになっちゃってるような感じがしますよね、はい、そういった時に周りが冷静にしてあげるっていうのも必要になるんでしょうか。そうですね、それとあとやはりうまく、まあ、サーブレシーブ返った時にクイックを使っていくっていうようなところも一つの手だと思うんですよね、はい、ですので、まあ、流れとしてはもう乱れたらエスペフォに上げるっていう風なのではなくてその中ででも、はい、やはり周りの選手たちをいかにしてうまく使っていくかっていう風なところそこら辺がまあセッターの技量になってくると思うんですけどもね、はい、エスペフォがここでケハラ、ここはクバーレンを使います。ネット際押し込みました小宮、ワンハンドつなぎます。清水ガッツバックセンター中本ここは押し込んできました。ちょっと崩されたようなタイミングが合わないようなバックアタックのような感じにもなったんですが、そうですね、はい、でもしっかりと、はい、いいところにフェイトを落としましたね。ああいうところもやっぱり空中の察知能力というか、はい、そうですね、そこら辺も間をいかにしてうまく利用するかっていうようなところになりますんでね、はい、バレーボールもやっぱり間っていうのが必要になるんですね、そうですね、本当にもう0コマ0何秒ですけど、はいはい、本当にもう微妙な時間のところですよね。ここは内側にボール落ちています。これはラッキーなポイントでした。パナソニックちょっと谷口迷ったでしょうか。そうですね、まあ、今のも谷口一人だけっていう風な形じゃなくて周りの選手たちがやっぱりボールの判断をさせてあげるっていうようなところも必要になりますよね、はい、そういうところでもやはり掛け声っていうようなところ大事になってきますよね、はい、アンダーであげます。クビアク押し込むエスペホ、クバーレンが2で打っていきました。岡山 FC 東京6点目が入ります。今のはいい判断ですよね、はいはい、今のリプレイ復活1枚飛んでいましたがきっちりと抜いてきましたね。やっぱ FC 東京、まあ、今のもボールも何回してもそうなんですけども、はい、やっぱ1本目のボールもうちょっと上げてもいいかもしれないですね、はい、どうしてもなかなか点数が入らない状況の時っていう風なのは慌ててしまって、はい、このちょっとでも早く早くっていう風な感じのパスになってしまいますんでね、はい、そこら辺全体リズムを取り戻すためにも余裕を持って高めにちょっと上げてみてそこから攻撃仕掛けていくっていうのも一つの手かもしれないですけどね、はい、そうなりますとこの復活のサーブのレセプション注目ですね。そうですね、それを、はい、これ、まあ、今みたいに、まあ、余裕を持って上に上げるっていうふうなのが大事になってきますよね、はいはい、ここは、はい、そうするとアタッカー自身もそういうふうにして余裕がいろいろな見る視野が広がるっていうような形になりますんでね、はい、ちょっとその、まあ、A パスというふうにはいかなかったですけれどもやっぱりこういった点につながるっていうのが大事ですか。そうですね、そこから今のもまあブロックが揃ってたとしたらブロックに当ててまた切り返すってことができるようになりますよね、はい、清水ここワンタッチ取ってきました。パナソニックもここは相手には連続得点許しません。清水もよく相手のブロック見てますね、はい、さあサーブ一回りクリアクサーブを打ちます。エスペフォレファラーを上げます。ここはクバレン使う。タイセットから清水ライトからここはブロック止めました。クリアまとめています。キャプテン今日は栗山をスタートから使っています。新保監督
まあ、私も言っていたんですが、昨日サーブとブロックでプレッシャーをかけてディフェンスからという流れ作りたかったけども、それを全部相手にやられてしまったという話もしていました。クバレのサーブ、ネットイン、ラインの外側に落ちています。12対8です。さあ小宮のサーブです。昨日サービスエース1本決めています。谷口、手腹が上げます。ここはミドルを使う栗山、アンダーで上げます。復活、中本、ここもしっかり決めてきました。このプレーご覧いただきましょう。はい、やはりトランジションからの攻撃が早いんですよね、はい、サンソニックの場合は。ですのでやっぱりブロックが突き切れてないっていうようなところもありますんでね、まあ、そこら辺の復活がうまくトスマッシュしてるっていうようなところがあると思いますけど、はい、14対8となったところで FC 東京がタイムアウト1回目取ってきました。神保監督が選手たちの中央に入って、エンジンの中に入って声をかけています。少し得点差がつきました。どうでしょう、 FC 東京としてこの点差を追い上げていくためどんなこと必要になりそうでしょうか。そうですね、やはりつなぎの部分ですかね、はい、まあ本目 のレシーブっていう風な本数がもうちょっと上がってくるといい形ができると思うんですけどもね、はい、まあ、そのためにはやはりブロックでしっかりとワンタッチ取る、もしくはうまくシャットアウト取るっていうような形ができるといいんですけどもね、はい、復活は何か中本に声をかけました。小宮のサーブが続きます。エスペを手腹上げてミドルをここで使ってきました。まずはタイムアウト明け後 FC 東京に得点が入ります。昨日は、まあ、出場時間数も少なかったので1本しか決められなかったんですが、栗山決めてきました。ふわっとしたサーブ打ちます。山内上げて、山内をここは使ってくる、アンダーで上げます。エスペをフェイント2つ、首役ハイセット、清水がここで打ち込んできました。パナソニックはこう1本目復活に取らせても首役というのがいい上げてくれるので、はい、はい、そうですね、つなぎに関してはもうどの選手もしっかりできますんでね、はい、ここら辺は意識がやっぱり高いですよね、はい、なんかみんな打てるし、みんなパスをしっかり上げられるしというのがパナソニックはあるので関係ないですね、ポジションというのが。そうですね、いろんなことできますんでね、どの選手も、はい、ここも、はい、今のはいい打ち方ですね、はい、前のような感じでしっかりと長いところ打っていくっていう風なのをもう一回作り直した方がいいかもしれないですね、はい、手原のサーブです。長野が上げて、ここはミドル決めてきました。クイック山内、さあ16点目が入ります。このリプレイをご覧いただきましょう。やっぱり高いところから落としてきました。はい、復活もしっかりと高いところにトス上げてあげてますよね、はい、クリアファーもしっかり叩けてますよね、はい、16対16点差パナソニックがつけて第1セット2回目のテクニカルタイムアウトに入っています。さあ、おとけさん、後半に入っていきますけれども、どんなところがこの第1セット勝負を分けそうでしょうか。そうですね、やはり FC 東京の方としてはそのさっきも1本上がったんですけども、はい、その上がったボールが得点につなげられるかどうかっていうようなところですよね、はい、追い上げのポイントになるかなっていうような感じがしますけどね、はい、さあティリ監督が選手たちに声をかけています。まあ、一方の FC 東京ですけれども、今栗山が座っています。このまだこの6点というのは十分追い上げられるポジション、得点と考えてもよろしいでしょうか。まあ、はい、このぐらいのその20点前なんでね、はい、そこら辺では1点でも2点でも多く取っていくことができますし、はい、そこからリズムを掴んでその連続得点というような形ができるというようなところもありますんでね、さあタイムアウトが明けて両チームの選手はコートへと戻ってきました。パナソニック中本のサーブです。よし、第1セット終盤へと入っていきます。
変化をかけましてスペホから手原、ここもミドルを出しも使う、よくつなぎました。中本上げて清水が打っていきます。ここもセッターを返さないパス回しになったんですが清水決めてきました。つなげますね今のも、はい、中本うまく上げてますんでね、はい、17対10、中本のサーブ続きます。早瀬またエスペゴが拾います。手原バックセンターグアレンよく拾います。長野もう一度清水ワンタッチはあるか、フラッグが上がります。ブザーがここで鳴りました。さあチャレンジがパナソニックから要求されます。拍手が起こりました。触ってるというのはエスペゴが、はい、多分ブロック触ってると思うんですけどね、ワンタッチ取られてると思うので、はいはい、グリーンカードです、ね、出ましたね、はい、FC 東京にエスペコに対してグリーンカード出されましたので得点はパナソニックということになります。ここで FC 東京が2回目のタイムアウトを取りました。18対10となりました。ちょっとタイムアウト明け後に FC 東京点を取られてしまってというところがあるのでここで一呼吸かと思うんですけれども、そうですね、それとやっぱりあの1本目が切れてないのでね、はい、そこら辺でサブレシーブからの1本目ですよね、切れてないのでちょっとなかなかうまくリズムが取れないんでしょうね、はい、場内ではハリセンを叩いての応援が続いています。中本のサーブが続きます。うんと息を吐いて帰る。エスペホ。ここはワンタッチ取ってきました。やはり谷口が1本目を受けるとこういういい攻撃がつながりますね。そうですね。楽な形ができますんでね、アタッカーの方としては。はい、さあエスペホのサーブです。ここはネットにかかってしまいました。19点目がパナソニックに入ります。どうでしょう、やはり今谷口も画面映っていましたがちょっと押しのけてでも俺が最初取ってやるよぐらいの気持ちを見せていくことが大切になりますかね、うん、そうですね、やはりもっともっと積極的に取っていってもいいですよね、はい、ここもエスペホが受けました。手原クバーレン、ここはきっちりクバーレンが決めてきました。まあ、今もちょっと谷口とエスペホ重なるようなところがあったんですが、はい、そうですね、まあ、多分谷口としてもやはり取りに行かなければっていうような気持ちはあるとは思うんですけどもね、はい、それ以上にやっぱりパナソニックの方がしっかりと狙いどころを打ってるっていうようなところがあると思いますね、はい、小田島のサーブです。深津クビヤク、ハンダで上げます。長野深津クビヤク、ワンタッチここは取ってきました。あ、今タッチしてないですね、タッチしてないですね、失礼しました、はい、際どいところだったんですが13点目 FC 東京に入っています。小田島のサーブ、クビヤク少し乱れた、復活クビヤク、ここもタッチはないでしょうか、はい、今の連続ポイントなんかにしてもそうなんですけども、はい、クビヤクの方をずらしながら、あ、はい、サーブレシーブさせてるっていうこともありますんでね、5点差です。小田島のサーブ、クビヤク、深津、清水が打っていきます。ここは清水で切ってきました。パナソニック20点目が入ります。しっかりとここは打ち抜いています。20
点に先に20点台に先に乗せています。パナソニック復活のサーブです。ラインギリギリのところ狙いましたがアウト、わずかにラインの外側に落ちています。長友のサーブです。少し変化をかけましたが、ラインの外側、ちょっと大竹さんも天を仰ぐような感じがありましたが、そうですね、はい、ちょっと今のもったいないですよね、はい、長友ビッグサーバーですから思い切って強いサーブっていうのもあるかとも思うんですが、ちょっとその前に上げすぎたっていうのところもあったんですけどね、はい、今度は長友自分で行ってきます。ネット際、小宮が落としてきます。ここも長野がよくつなぎました。はい、ここもやっぱり確実に上げてってますんでね、はい、こういうところでは強いですよね。はい、クビアクのサーブです。谷口、手原、マークセンター、エスペホー、ここは復活を狙ってきました。16点目が入ります。いいですね、今みたいな形でいい状況の中でエスペホーを使ってって、はい、そのエスペホーがまた調子を取り戻すような形をそのセッターが作り上げていくのも一つですよね。はい、クバーレンです。ミーサーブ、ただセッターに戻って中本がストレート打ってきました。ここも当ててきます。ここも首役の素晴らしいレセプションからでした。そうですね、ここから本当にもう全員が攻撃しに行く体制ができてますんでね、はい、さあ23対16です。この小宮のサーブネットにかかってしまいました。17点目が入ります。小田島が前に行きました。栗山がこれからサーブを打ちます。谷口ベンチに下がります。ここから山内を使いましたがブロック、連続ポイントです。今のはよく後からでも手出しましたね。あ、はい、リードボックの形ができてますね。はい、栗山のサーブです。山内だと使って山内、ここもクイック決めてきました。24点目がパナソニックに入ります。エンドラインギリギリのところに落としています。さあセットポイントを迎えます。パナソニック、清水のサーブネットイン、谷口を拾った、手原、エスペフレットリバウンド伸ばします。上げて清水が最後決めてきました。25点目が入ります。最後決めたのは清水でした。もう綺麗なポスト等ではつなぎではなかったんですが、最後清水が決めています。第1セット25対18パナソニックが取りました。おでげさん、第1セットを振り返っていかがでしょうか。そうですね、パナソニックもやはり隙がないですよね、はい、その1本目のディグのレシーブですよね、はい、それをまず確実に上げてるっていう風なところと、あとその後のつなぎですよね、はい、全選手も丁寧なトス上げてますんで、アタッカーとしては伸び伸びと打ってるなっていう感じがしますんでね、はい、ワンではいい形ができてるんじゃないかなっていう感じがしますね、はい、第1セットは25対18パナソニックが取りました。この後第2セットへと入っていきます。
パンサーズ対 FC 東京、昨日に続いて2連戦の2戦目をパナソニックアリーナからお送りしています。第1セットは25対18でホームパナソニックが取って、これから第2セットを迎えます。解説は大竹秀之さんです。さあ大竹さん、第2セットはどんなところが楽しみでしょうか。そうですね、あの FC 東京がやっぱり巻き返してもらいたいなっていうふうにして思いますよね、はい、あのそれをまあサーブで攻めるのか、もしくは自分たちのサーブレシーブをしっかりと返して、はい、いい形でのポップバレーを展開できるのかっていうようなところになると思うんですけども、はい、1セット目の中盤ですよね、あの徹底的にクビアクを狙ってたっていうようなところもありますので、はい、そういうふうにしてチーム全体としてそのターゲットをしっかりと明確にしてっていうような形で、はい、それを徹底してやるっていうようなのも一つだと思うんですけどもね。さあ長友のサーブからです。ここも長野がよく拾って、ジャンボールは FC 東京、手原が2でいく、よく拾った長野、復活、クビアク、谷口、エスペホ、ハイセットから、いやこれはもったいない、返すだけ、小宮、復活上げて、クビアク、ここはネットを越えませんでした。粘ってまずは FC 東京、1点目を取りました。小竹さん、やっぱりこういう粘りが必要になってますか。そうですね、やはりつなぎですよね、はい、そうなところで相手にストレス与えていくっていうのところ大事になりますよね。はい、長友のサーブ、リーグサーバーの長友、これもいいサーブです。しかし長野よく拾った、清水がライトから打っていきます。頼れるベテランの清水邦広が切ってきました。今 FC 東京としてはブロックの位置ですよね、はい、バーレンの方を、首役に当ててっていうような形でできてますんでね、はい、第1セットと変わらないメンバーで両チームともスタートしています。ここは長野がよくつないだ、返すだけ、FC東京チャンス、クバーレン、ワンタッチ、ここは中本も飛び組んでいきましたが、クバーレンが決め切っています。クバーレンのプレー、はい、よくプレー決めてましたね、はい、長野も観客席に入っていって気持ち見せましたね。はい、そうですね、はい、長野に清水にと、まあ、昨日の大竹さんの話もありましたけれども、2人とも俺たちまだまだ若手だよぐらいの思いでやってるんですかね。はい、そういうつもりでやってると思いますけどもね、はい、それに本当動けてますんで ね両選手とも、はい、これはやっぱり若手の選手たちも、まあ、中堅の選手たちもそうですけども、はい、見習っていくべきだと思いますね。はい、ベランがこれだけ頑張ってると若手の力抜けないですよね。はい、そうですよね。長野、さあ2つ上げて、あっとここは合わなかった、ちょっとらしくないプレーが出ました。そうですね、ちょっと今流れ的には、はい、自分としてはもうちょっと前にボールが行くかと思ってたんでしょうけどね。はい、3対1です、リードは FC 東京。さあクバレのサーブです。今日はサーブ失敗が2本あります。決めていきたいところ、長野ガツ上げる、クビアク押し込む、谷口アンダーで上げて、長友を使います。ストレートに打っていきますがフラッグが上がります。得点は FC 東京。さあここでブザーが鳴りました。 FC 東京がチャレンジです。ボールのインアウトのチャレンジ、ここもまあ微妙なところではありましたが、ボールのインアウトについてのチャレンジ要求されています。今リプレイが流されます。ボールのインアウト、ブロックタッチ、アンテナに関する判定、サーバーのラインフォルト、タッチネット、フロアタッチ、アタックラインフォルト、この7つのプレイに限ってチャレンジが認められています。1試合3回まで認められています。判定通り、まあ、ボールアウトということで、残りチャレンジ FC 東京は2回ということになりました。クビアクのサーブです。エスペホ、手原上げて、長友が今度打っていきます。復活、中本押し込んできました。3対3と追いつきます。クビアクのサーブ、クバ
竹原ミドルを使いますが、ここは叩けなかったか。今のトス的にはどうでしょうか。そうですね、はい、やはりちょっと栗山の入りが独特でちょっとタイミングが遅いんですよね、はい、あのトスを上げるっていうのはセッターとしてはちょっと難しい部分があるんですけどもね。あ、はい、まあ、栗山もちょっと入りすぎてたっていうようなところありますけどもね、はい、2つ上げて中本ブロック、ここは止めてきました。ここはしっかりブロック飛んでいました。今もうパナソニックの方としてはですね、はい、FC 東京の方が両サイドの選手ばっかり上げてるっていうようなところもありますので、はい、ブロックもそうなんですけども、レシーブもそのタイミングでしっかりとポジショニングができちゃってるんですよね、はい、ですのでもう長野なんかも余裕を持ってその自分のレシーブっていうふうな位置っていうようなところをしっかりと取れてますよね。あ、そうですね、はい、そこら辺ではちょっと FC としてはそのペアラのドス回しですよね、はい、そこら辺ちょっと工夫した方がいいんじゃないかなって感じがするんですけどもね、はい、まあ、そうですよね、分かっていれば対策ってやっぱり取りやすいですよね。はい、そうですね。小宮のサーブ、このクバレ狙いました。ペアラ、ここもサイドを使ってきます。長友変わっています。ここは長友決めてきました。ですので今みたいにサーブレシーブが返った時にやはり1本でも2本でも多くクイックを使っていくっていう風なところをやっぱり相手のブロックを惑わすっていうような意味では必要になってきますよね、はいはい、長友も決定率では3割切っています。ここはダイレクトに決めてきました。小田島いいですね。今のサーブも、はいはい、しっかりと中本の方を狙っていくっていうような形ができれば崩れますんでね、はい、手原のサーブ、山内2つ上げてバックセンター首役、ここでバックアタック使ってきました。6対6追いつきます。もうちょっと捉えきれませんでした。パナソニックは清水のサーブです。クバレ、手原、長友を使います。やはりこういう形に持っていくというのが大事なんでしょうか、ね、そうですね、まあ、サーブレシーブしっかりと返して、はい、山内がほとんど動きじゃなかったですよね、はい、まあ、相手とするとやはりサーブっていうのが崩すことが大事になるんですね。そうですね。エスペホのサーブです。長野セッターに帰る、ここはミドルを使ってきました。ここは山内決めています。山内これで4本目、今日も高い確率で決めています。そうですね、いい速さで入ってますんでね、はい、7対7です。次どちらかに得点入りますと第2セット1回目のテクニカルタイムアウトです。エスペホもセッターに帰ります。長友がここは決めてきました。8点目が FC 東京に入りました。第2セット1回目のテクニカルタイムアウトです。長友がレフトから、ここは清水も中本も対応しきれませんでした。さあ、大竹秀樹さんの解説でお送りしています。パナソニック対 FC 東京、第2セットに入っています。8対 7FC 東京リードしてのテクニカルタイムアウト1回目ですが、小竹さん、この第2セット滑り出しはご覧になっていかがでしょうか。そうですね、FC 東京の方がサーブレシーブ返ってるっていうようなところもあるんでね、はい、パナソニックの方がブロックがちょっとばらけてるっていうような形になってますんでね、はい、はい、やはりサーブレシーブで返してっていうようなところからリズムを作っていくっていうようなところが大事になってきますし、はい、あと FC 東京としてはそのパナソニックが攻めてきてる形ですよね、はい、両サイドのエースをサーブで狙っていくっていうような形をしっかりと狙っていくことによってまた崩れていくっていうような形になりますんでね、パナソニックの方としては、はい、ですのでサーブで攻めていくっていうようなところが重要になってきますよね、はい、どうしても長野に返してしまうと狙っていってしまうと長野確実に返しますんでね、はい、やはりこう両サイドの選手がいいボールパス返した場合いい攻撃つながるかと思うんですけれども、やっぱりそれがずっと続くっていうのはないですよね。そうですね、やはり、ね、ストレスを与え続けるっていうようなことが大事になってきますんでね、はい、さあ8対 7FC 東京リードして第2セット中盤に入ります。長野よく拾いました。
ここも清水が打ってきました。これもやっぱりパナソニックとしてはいい展開ですよね。そうですね。他のアタッカーは準備ができてますんでね、はい、攻撃に対して。山内のサーブです。今日サービスエース1本決めています。谷口、出原上げてレフトから、ここも拾った中本。チャンスボール FC 東京、出原バックセンター、 SP4、 ここは叩きつけられませんでした。清水のサーブ、あ、失礼、ここは叩きちゃいましたかね、失礼しました、はい、山内が下がっていきました。伊賀がコートに入っています。長友のサーブ、ここも長抜けて、今度は清水、ここもしっかりリベロからのいい攻撃でした。はい、そうですね。もう清水としても長野が受けてくれたらあとは俺はやるよという、はい、そうですね。もう清水にしても武さんはもうね、東海大学の学生の頃からご存知の選手で、はい、本当にパワフルな選手でしたからね、はい、この若手の頃から今チームを、ね、背負う存在というか、はい、なっていますけれども、やっぱりしっかりと、まあ、その当時は本当に、年重ねた時に落ち着いた選手になるのかっていうふうに思ってましたけど、はい、なるほど、はい、今はもう本当に大ベテランで信頼のおける選手ですよね。やっぱりこういろいろな経験がその引き出しを増やしていったりするんですかね。そうですね、そこら辺はあると思いますよね、はい、いろんな修羅場をくぐり抜けてますんでね、はい、代表のオポジットでもありますし、まあ、パナソニックという、ね、名門チームのオポジットをチームを背負う立場っていうのがやっぱり本人育ててきたところはあるんですかね。はい、そうですね、それはあると思いますよね、はい、やっぱりそこら辺の責任というか自覚がね、はい、しっかりと持てるようになってますんでね、はい、それとやっぱり彼自身怪我したっていうふうなところで、はい、そこから這い上がってきたっていうふうなところで、自分自身にそのいろんな苦労の中で自信を掴んだっていうふうなところもあると思いますよね、はい、今日はすでに18分の12決めています。ブロック飛んで谷口、出原ジャンプトス、エスペホを押し込む中本、ガッツ、清水ライトから、ここは誰もいないところに落ちました。ちょうど4人がいてその間ぐらいに円を囲むような真ん中に落ちました。はい、いいボールの真ん中ですね、はい、はい、誰もちょっと広い、ね、お見合いのような状態になってしまいましたね、はい、選手全員構えてたっていうようなところもありましたんでね。あ、はい、クビアクのサードはネットにかかりました。第2セットはこの中盤に入っても点の取り合いが続いています。やはり FC 東京としてはこういった、ね、粘り合いの展開っていうのを続けていきたいところなんでしょうか。そうですね、はい、やはりもう粘って粘ってっていうような形をしていくしかないですからね、はい、もしかするとこの中継っていうのを小賀もね記述してリハビリしながらもしかしたら見てるかもしれませんけど、はい、活入れながら見てるかもしれませんね。そうですね。小宮のサーブ変えて長友を使います。13点目が入りました。手原のサーブです。中本に帰って清水ライトから、得点はパナソニックです。この中本からのいいパス入りました。決めた清水のサーブです。ネットイン、繋ぎます。エスペホ、清水、ガツを上げてバックセンター首役、ホイッスルです。得点はパナソニックに入ります。ここは連続ポイントとなりました。14対13、
第2セットも間もなく中盤折り最後のプレーというようなところになろうというところです。清水がこれからサーブを打ちます。両チームともここまで選手交代なく進んでいます。ここはネットにかかりました。14対14です。なかなかでも大谷さん、こう選手交代ない試合っていうのも珍しいですか？そうですね、ここまでそういう風にして交代しないっていうのは珍しいですね。まあ2セット目はこういう風にして、はい、はい、お互い同じような形の展開できてますんでね、はい、ちょっと動かないでおこうっていうようなところがあると思いますけどもね、はい、中本ワンタッチを取ってきました。3枚飛んでいますが、この中本のプレーなんかもいかがでしょうか？そうですね、今のなんかにしてもよくブロックを見てしっかりと弾き出すっていうような打ち方できてますね。はい、ちょっと天井を見ました中本ここもエスペホに拾わせます。ミドルをここで使ってきます。 FC 東京小田島を使いました。こういったプレーが出てくると FC 東京も、はい、そうですね、そうするともパナソニックの方としてはブロックがばらけるっていうようなところになりますんでね、はい、ですね、もうちょっと本数的には小田島あたりを使ってもいいと思うんですけどもね、はい、栗山にしてもそうなんですけど、小田島も4の2ですね。栗山もまだ4打数しかありません。クバレン、ここは押し込んできました。得点は FC 東京に入ります。 FC 東京に16点目が入りました。 FC 東京がリードして第2セット2回目のテクニカルタイムアウトです。さあ、小竹さん、第2セット中盤ですけれども、どのように感じられましたか？そうですね、 FC 東京の方としてはしっかりとサーブレシーブから切れてるっていうようなところがあるんでね、はい、そこら辺では自分たちのバレーの形っていうところはうまく展開できてるんじゃないかなっていう感じがしますよね、はい。まあ、長友も今のセットだけでも10本近く打ってるっていうようなところもありますので ね、そこら辺、はい、しっかりとそれがポイントにつながってるっていうようなところではいい形ができてると思いますんでね、はい、長友も 42.86% まで上げてきていますので、まあ、ここからの長友どんどん使っていくというのが 大切になりますかね。そうですね、まあ、それで長友だけだとちょっと苦しい状況にもなってしまいますんでね、はい、さっきも小田島にしても栗山にしても、はい、そこら辺切っていくっていうような形ができるとまたチーム全体として余裕を持った試合運びっていうのができると思うんですけどね、はい、16対15です。終盤に向けてまだまだわからない展開になりそうですね。そうですね、まあ、FC としてはここからまた一つ抜けているためには1本でも2本でもその軸の部分ですよね、はい、そこら辺で1本でも2本を上げていくというようなことができるとまた変わってきますね、はい、サーブは FC 東京です。小田島のサーブ、クビアク、ここはブロック止めました。返そうとしたんですが、そうですね、はい、今ちょっと近かったっていうふうなところとトスの軌道が低かったのかもしれないですね。はい、小田島のサーブ続きます。中本ガザ上げて、ここは首役使います。まだ投げる長友、ネットを越えませんでした。得点はパナソニックです。リードは FC 東京です。17対16、山内が後ろに下がります。ミドルは小宮がフロトロに来ます。ハリセンを広げてこう追い風を送るような応援に変わっています。バウンドで上げてクバーレン、フォアワンタッチ取ってきました。ちょっと深く悔しそうな表情。今の攻撃はいいですよね、はい、ブロックばらけたっていうような形が作れてますよね、はい、やはり1回で切っていくっていうのが FC 東京は大事になりますか？そうですね、そこら辺は大事になってきますよね。長友のサーブ、ここは伸びすぎました。18対17です。2つのサーブです。クビアク
小宮、清水が前にいます。ちょっと乱れたアンダーの谷口、クバーレン、ワンタッチ、ここは中本、あ、復活、首は返すだけ、谷口、手原、ミドル、栗山、ボールは中に、コートの中に落ちています。いや、パラソニックもよく粘ったんですが、そうですね、中本よく一本目仕掛けましたけどね、はい、こういうのを粘って取れると FC 東京は大きいでしょうか。はい、そうですよね。今のも栗山で余裕を持ってスイートうまく落としましたね、はい、グバーレンのサーブです。このボールは大きく左に切れていきました。どうでしょうか、この終盤20点というのが両チームとも見えているんですが、こういった中でサーブの失敗成功っていうのは大きく左右するんでしょうか。そうですね、今のはまあ連続でミスしてるっていうのところもありますんでね、はい、ちょっともったいないかなっていう感じがするんですけどね、はい、ここは長友決めて先に20点に乗せています。さあ、 FC 東京は選手交代がありました。8番の栗山に代わって21番の平田を入れています。リリーフサーバーで平田を入れてきました。この人も強いいいサーブを持っています。そうですね、あの前後ろと打ち分けられる選手ですのでね、はい、さあ、外に帰る、あー、この中本決めてきました。19点目がパナソニックに入ります。さあ、12番の小田島に代わって11番の山田が入りました。一方のパナソニックは5番の渡辺総合を入れてきました。さあ、両チームとも小竹さん動いてきましたね。そうですね、やはりもう20点ですのでね、はい、ここやはり抜けていきたいところですよね、はい、小宮のサーブのところで渡辺を入れてきました。チャンスボールはパナソニック上げて中本入れます。エスペホどうだ、ボールは中に入っている。21点目が FC 東京に入ります。今谷口がよく上げましたね、はい、さあ、パナソニックは渡辺総合に代わって22番の小宮が戻りました。21対19、 FC 東京リードは2点。手原のサーブです。ちょっと乱れた、クリアハイセットから清水ライト、バレン押し込む、手原、長友、ここはワンタッチ取ってきました。長友も少し斜めに動くような動き見せました。いいコース打ちましたね、はい、さあ、ここでパナソニックが第2セット1回目のタイムアウトを取りました。小竹さん、どうでしょうか、この終盤に入ってきて FC 東京の動きというのはどのように考えてますか。そうですね、つなぎが良くなりましたよね、はい、あの1本目しっかりと上げてるっていうようなところがありますので、ここら辺からその後すぐもうポイントを取れてるっていうようなところが、リズムとしては乗っていけるところだったかなっていう感じがしますよね、はい、これまたサーブで攻め、この後サーブで攻めるっていうような形ができると、はい、もっともっと良くなると思うんですけどね。このパナソニックはいかがでしょうか。そうですね、ちょっとやはり1本目切れてないっていうようなところでリズムがつかめてないのかなっていう感じがしますよね、はい、ただこの22対19というのでまだ両チームとも諦めてはいけない結果だと思いますけども、そうですね、ここら辺はまだ1本取ればまた変わってきますんでね、はい、FC 東京のサーブで試合が再開されます。手原のサーブ、 FC 東京としてはこの手原が後ろにいる段階で取っておきたいというのがありますよね。そうですよね、清水よく繋いだ、長友、スペホを打つ、復活、クリアムのハイセットから清水がここは打ち込んできました。セッターが1本目のパスを受けても関係なくここは決めてきます。はい、バレーボールにこうアシストのランキングというのがあれば、もちろんセッターが出てくるかと思うんですが、クビアクも相当上の方に来そうですよね。そうですね、もう十分上の方に来ますよね、はい、チャンスも作れる、自分で決められる、守備もいいというように
都会でもトップクラスの選手かと思いますが、さあラリーが続きます。奪われエスペホ返すだけ、なんかガツ上げる清水、ワンタッチここは取ってきました。21点目が入ります。パナソニックガリッポン長野からでした。こういうところは確実に取ってきますね、はい。さあ FC 東京が1回目の第2セットタイムアウトを取りました。22対21、両チームとも20点台に乗せています。あ、大谷さん、ちょっとここもまた分からなくなってきた点がありますけども、ね、やはり1本取ったらもう一気に流れ変わってくるっていうような感じになってますよね、はい。あの FC 東京の方としても1本目レシーブしっかりと上げてるんですよね、はい。でもその後のつなぎの部分ですよね。2本目それがトスになりきれてないっていうようなところでアタカが打ち切れてないところもありますので、はい、あれがやはりトスになればまた変わってくると思うんですけどもね、さあ22対21です。サーブ権はパナソニックにあります。なんですかね、大竹さんも何度もこういった点の取り合いというか20点台に乗って両チームというような経験あるかと思うんですけれども、やっぱりやっている方としては気持ち的には苦しいな、きついなというところもあったりするんでしょうか。苦しいのは苦しいんですけども、はい、逆にあのなんていうんですかね、はい、いい意味での行為をしてやってやろうというような感じになってきますよね、はい。ちょっとハイになるというような、そういうところもありますか。まあ、そうですね、そういうようなところありますよね。さあ長友がここは決めて23点目が FC 東京に入っています。エスペホのサーブです。ネットイン、こういう振るたくびやく復活、清水ライトからフラッグが上がりますが得点はパナソニックです。清水がここはしっかりストレート決めてきました。ここでチャレンジです。FC 東京からボールのインアウトについてのチャレンジがありました。水がストレートに打っては来ているんですが、残念ながらここは FC 東京チャレンジ失敗に終わりました。 FC 東京チャレンジ残り1回となります。お互いさん、チャレンジっていうのも監督の采配の見せ所ですから、そうですね、はい、やっぱりやるところではやっていかないというのは、はい、23対22、クバーレン押し込む、防御拾った、復活、清水打ち込んでいきます。谷口ハイセット、長友ライトから打ち込んでいくが、どうでしょうか。 FC 東京の得点です。よく打ちましたね、はい。だったですね。さあ山田に代わって小田島が戻ります。そして平田に代わって栗山も戻ります。2枚戻してきました FC 東京です。24対22、 FC 東京が第2セットセットポイントを迎えています。小田島のサーブです。2つ上げて縦をミドル使います。長友ワンタッチ、ここは取ってきました。25点目、 FC 東京に入りました。25対22、第2セットは FC 東京が取っています。最後のプレーご覧いただきましょう。ここは長友ワンタッチ取ってきました。解説は大竹秀幸さんです。大竹さん、第2セット振り返っていかがでしょうか。そうですね、あの FC 東京、まあ、2セット目取りましたけども、あのやはり1本目のリグですよね、はい、そこら辺で、しっかりとその後トスが上がれば打ち切れてるっていうところもありますんでね、それがいい形で展開できてますよね、はい。第2セットは FC 東京が取ってセットカウント1対1となりました。この後第3セットへと入っていきます。
ソニックパンサーズ対 FC 東京の試合、大阪府枚方市にありますパナソニックアリーナから大竹秀幸さんの解説でお送りしています。セットカウント1対1となりました。この後第3セットに入ります。大竹さん、はい、1対1とセットカウントになりましたけれども、はい、第3セットはどんなところが楽しみでしょうか。そうですね、 FC の方としてはやっぱり1本目しっかりと上げるっていうようなところですよね、はい、そこからのポイントをしっかりと取るっていうようなところがポイントになると思いますし、はい、あと逆にパナソニックの方としてはですね、はい、2セット目ブロックがゼロなんですよね。そうですね、はい、ですんでそういうところからも相手にプレッシャーかけきれてないのかなっていうようなところがあると思うんですよね、はい、サーブレシーブの返球率も FC 東京の方が上がってきたんでね、はい、どこまでそのサーブでしっかりとまた狙っていくことができるかっていうようなところになると思いますけどね、はい、パナソニックのサーブで試合がスタートしています。最初ブロックいったんですがワンタッチ割れてアウトになりました。まずはブロックでというところでしたがアウトになりました。そうですね、はい、これなクリアがうまく打ちましたね今のは、はい、さあクバーレンのサーブです。ここはアウトになりました。1対1です。これからクビヤクがサーブを打ちます。やはり大竹さんのお話にあったブロックが決まってくるというところでそうなるとやはり攻撃にもいいリズムというのができてくるんでしょうか。そうですね、チーム全体としてもリズム上がってきますんでね、はい、あとやっぱり相手に対してのプレッシャーですよね、はい、そこら辺をかけていくっていうようなところが大事になってきますね、はい、栗山のサーブネットワークは越えませんでした。2対1です。共に第2セットからメンバー変わらず始まっています。さあ小宮のサーブです。谷口、江原、エスペホが打ってくる。ここはよく拾いましたがボールはかけすぎに入りました。エスペホがここ決めています。これもエスペホは余裕を持ってスパイク打ってますんでね、はい、エスペホもまだ数字は低いんですが清水、ここは手原、清水が決めてきました。清水もこれで17本目ということになりました。はい、テクストも 64% ですね、はい、かなり高いですね。やはりこうスタートから出られてちょっとハツラツとした感じでプレーしている印象もありますか。そうですね、やはり2ヶ月間試合してなかったんでね、はい、谷口郎、手原、長友、ライトからタッチはあったか、ありません。ボールもラインの外に落ちています。得点はパナソニック。どうでしょう、 FC 東京としてはこういうのを決め切りたいところはあるでしょうか。そうですね、あの今のはやっぱり、まあ、狙いに行くっていうふうなところは確かに重要なんですけども、はい、余裕を持ってブロックに当てるとかっていうのがあってもよかったかもしれないですね、はい、もう一度の長友、長友拾って2で返す。手原、谷口上げてエスペホ、ここもしっかり決めてきました。4点目が入ります。 FC 東京です。大竹さんもやっぱりミドルでしたから、ここであの当たって相手のまたゾーンにいいボール戻ってしまった時にはあちょっとやられたなって思ったこととかっていうのはあったりはするんですか。そうですね、それはありますよね、はいはい、どうでしょう、僕なんか素人目にはちょっとわからないですか、あちょっと利用されたかな的な感じたりとか、はい、そうですね、そこら辺はありますよね、はい、まあ、やっぱり上手い選手っていう風なのはそういうのを利用しながらっていうようなところで、はい、お互いに、はい、騙し合いじゃないですけども、はい、ネットを挟んでのこう駆け引きというか攻防というか、そうですね、はい、やってるこう選手でないとわからないところってたくさんありますよね。そうですね、あの、まあ、数字上では出ないようなところですよね、はい、統計的なところじゃなくて、はい、それ以外のところでのっていうようなところですね、はい、さあここミドルを使います。クビヤクレフトからブロック。 FC 東京に得点が入ります。もうしっかり飛んでいました。小田島止めています。
とあとやっぱりパナソニックとしてちょっと苦しんでいるところは、はい、クビアクの決定率がなかなか上がってこないっていうようなところだと思いますね。そうですね、クビアクの決定率が 21.43% というところで、なかなか復活としても使いにくいというようなところはあったりするんでしょうか。そうですね、そうなるとちょっと他の選手に回していこうっていうようなところになると思いますんでね。はい、ここは清水、6対5リードはパナソニックです。ただこの第3セットも序盤からお互いに点の取り合いになっています。山内のサーブです。出原レフトに振ってくばれ、山内ガッツ、クビアワンタッチ、ここは取ってきました。やはりこういうプレーが大切になりますか。そうですね、つないだボールをしっかりと決めてくれるっていうふうなところでは楽になりますよね、はい、本人としてもこういうプレーが出ると乗ってくるところもあるんでしょうか。そうですね、それはありますよね、はい、やはり確実に切っていくっていうような形ができるとまたよりもっとプレーができるようになりますよね、はい、さあ山内のサーブ7対5です。クバーレちょっと乱れました。手原、クバーレが打つ、山内、清水に寄って、あ、ここは返すだけ。ただボール返ります。出原、長友ワンタッチ取っています。コミヤが左に1本伸ばしたんですが、そこにうまく当てていきました。長友のサーブです。7対6、クビア、ワンタッチ取ります。もうよく繋いだ。手原、レフトに振って、クバレ、長野、もう一度上げて、ここはミドル、小宮を使ってきました。8点目がパナソニックに入ります。この小宮のミドル。はい、今の点は大きいですね。はい。パナソニックが8対6と2点差をつけて第3セット、1回目のテクニカルタイムアウトです。小竹さん、この第3セットの滑り出しはどんな印象でしょうか。そうですね、両チームとも、まあ、自分たちのバレーっていうようなところでいると思います。FC 東京なんかにしてもしっかり上げていってるっていうようなところもありますのでね、はい、パナソニックはリリー監督の指示を選手たちが気に入っています。ちょっと第1セットを見る限りでは FC 東京ちょっと乗り切れてないかなというような印象もありましたけれども、2セット3セット目この序盤までを見るとだいぶ修正ができてきているのかなという感じはあるでしょうか。そうですね、サーブレシーブ多少乱れたとしても、はい、その本にしてもクバレにしてもしっかりと決めていってるっていうようなところもありますし、はい、あとブロックにうまく利用しながらっていうようなところもありますんでね、この第3セット中盤以降っていうのもちょっと似たような展開、点の取り合いっていうのになりそうでしょうか。そうですね、そこら辺になってくると思いますね。はい、まあ、今テリ監督はその FC 東京のこういうパターンですよね、はい、両サイドの方に上げてるっていうところのジェスチャーしてましたけども、はい、やはりそのボールに対してパナソニックとしてはどこまでブロックできるかっていうようなところになってくると思いますね。はい、さあ復活のサーブです。狙います。栗山狙ってサーブ、レフトか返すだけ、返せてからクビアク、私取ってきます。出原、クバレ、返すだけ、復活、長野上げる、清水、出原、兄口、ネット際クバーレン、強引にここは打ち込んできました。得点は FC 東京7点目、ラリーが続きました。いいですね、FC 東京としてはこういうラリーの中でポイント取りに行けたっていうところは、はい、小竹さんのお話にも何度もあるかと思うんですが、一発で決めなくてもいいということなんでしょうか。そうですね、今のなんかにしてももう粘って粘ってっていうような形だったですからね。はい、バレちゃん粘る、清水、バレ、手原、エスペホ、また取ります。おー、拾った、長野、首役、ちょっと乱れた、長野も上げます、エスペホ打つ、あー、清水、拾ったか、手が届いていたんですが3つ目のパス続きませんでした。
清水、3つ目のパスにはつなげませんでした。8対8です。こうやって粘ってこう2点取っています。こうがむしゃらさっていうのはやっぱり見せていかないといけないですかね。そうですよね、そこでもありますよね、はい、クビアクがここは強く打ち込んできました。パナソニックもそう簡単にはリードを許しません。まあ、そういう風なプレーというのは本人だけじゃなくて周りの選手たちに、はい、そういうような形になりますんでね、はい。まあ、ね、今ちょうど春高バレー今日決勝ですけれども、はい、まあ、そういった高校生たちが見せているようなプレーで、かつてこの V リーグの選手たちもそういう風にがむしゃらに追いかけてたわけですからね。そうですよね。まあ、そういうのはずっと持ち続けるというようなところは大事になってきますよね、はい。今床が少し汗と濡れましたので選手たちが浮いています。クビアクのサーブです。フロアに落ちるギリギリまでやっぱり追いかける気も必要なんですね。そうですね、どこかもありますよね、はい。長野追いかけるが、ここはちょっと本部席でボールが落ちてしまいました。10対9。今のプレーなんかにしても長野はもう、はい、右のところまで追いに行くような形してますんでね、はい、まあ、こういう風な気持ちですよね、はい。リアク、深津、中本、ここは打ち込んできました。11点目。ここしっかり決めています。左サイドにいたんですが右サイドへと動きました。小宮です。宮のサーブ、ここもエスペを狙って、エスペをワンタッチ、リバウンド、ワンガルが伸ばす、復活、中本押し込んできました。大竹さんがうまいというような声が漏れましたが、打つ寸前までもうそのまま打つもんだと思ってましたけどもね、はい。そうで指のフェイントをポッと当てるっていうようなところ、はい、最後の瞬間に変えたっていうような感じなんですよね、はい、あれ一瞬の判断ですか。そうですね。エスベホ、江原、長友、ネットは越えていません。 FC 東京はネットを越えませんでした。パナソニックネットポイントです。さあ FC 東京がタイムアウトを取りました。第3セット1回目です。得点は13対9、パナソニックがリードしています。FC 東京の選手がここは下がっていっていますが、大竹秀樹さんの解説でお楽しみいただいています。さあ大竹さん、今ここで一タイム取りましたけれども、FC東京どうでしょうか。新保監督としてはこのタイミングでのタイムアウトをどのようなタイミングでヒットがあるというふうに考えられますか。そうですね、あのサーブレシーブからちょっと切れてないっていうようなところがあると思うんですよね、はい。逆にあのパナソニックの方がその、できたボールに対して1本目しっかりとつないでる、まあ、ブロックでワンタッチ取ってその後つないでるっていうようなところですよね、はい。そのボールをしっかりとポイントを上げてるっていうようなところがこの4点差になってるのかなって感じがしますよね、はい。まあ、しっかりとここで気持ちなりプレーを整理してっていうところがあるんでしょうか。そうですね、やはりあのもう一回、しっかりとした形での攻撃を仕掛けていこうっていうようなところだと思いますけどもね、はい。パナソニックのファンに比べて数は少ないんですが、先ほど画面にも映りましたけどね、FC 東京のファンもパナソニックアリーナに駆けつけています。6、また投げます。江原、エスペホレフトブロック、ここかかりました。江原、もう一度エスペホ、ああここはラッキーでした。パナソニック手が残っていました。もう一度、はい、よく手伸ばしましたね、まあ、こういう諦めないというか最後まで何かがあるんですね。そうですね、ああいう風なプレーも諦めずにしっかりとボールを触りに行くっていうようなところですよね、はい。やはりこういろんな経験をしてきてやっぱり最後まで諦めてはいけないっていうのは一番もしかすると清水身に染みているかもしれませんね、はい。そうですね、今みたいな形でね、うまくいくときもあれば、はい、うまくいかないときもありますんでね、はい、その1点を取れなかったことによって負けにつながるっていうようなこともただ経験してきてると思いますのでね、はい。どうでしょう、アタッカーとするとかっこよくスパイク決めたいっていうのを素人目にも思うんですけれども、綺麗に決めて
もちょっと泥臭く決めても1点は1点変わらないわけですよね。そうですね、その1点がやはりその後のチームの勝利に結びつくかどうかっていうようなところになりますんでね、はい、この1点っていうようなところには変わりはないですよね。私やっぱりこう泥臭くちょっとあの格好悪く決められた方が相手にもクサッとくる時とかってやっぱりありますよね。まあそうですね、はい、それもありますよね、はいはい、こういうふうなところでも、あ、はい、ポイント取られたっていうふうなところで、やはりあの相手に対してはあのプレッシャーというか、悔しい思いを埋葬させるような形ができますんでね、はい、そうですよね。16対10パナソニックがリードして第3セット2回目のテクニカルタイムアウトに入ります。お手さん、ちょっと6点差つきましたけれども、終盤に向けてはどんなところがポイントになりそうでしょうか。そうですね、やはりあの FC 東京としては1本目今なかなか決まってないっていうようなところが苦しい状況が続いてますんでね、はい、ですのでちょっと攻撃パターンに対してあのパナソニックの方がブロックが反応が良くなってきたんですよね、はい、サーブレシーブの決して FC 東京は乱れてるっていうようなところにはなってないので、はい、これに対してパナソニックはブロックが対応できているというところもありますから、それをあの裏を書いてこうやっぱり打たせるというところがあってもいいと思うんですけども、はい、このセットに入ってからは多分本数打ってないんですよね。栗山にしても、はい、はい、栗山も2本増えただけですね。小田島も2本増えただけですね。そうですね、はい、その本数をもうちょっと増やしてもいいのかなという感じがしますよね、はい。バーレンもまだ20本というところで、少し長友やエスペコよりは少ない本数になっています。さあ、小田島に代わって山田が入っています。新東京です。リガルタイムアウト明けの清水のサーブからですが、まずは決めてきました。今のは威力あるサーブでしたね、はい、清水のサーブ、今度は変化をかけます。バーレンで今度ミドルを使います。これ山田を使ってきました。はい、やっぱり今みたいな形ですよね、はい。山田は水野稲取より5センチのいいところの出身なんですけれども、駒澤大学で活躍して今シーズンからこの FC 東京に加入しています。ルーキーの選手。17対11、エスペオのサーブです。エンドラインギリギリのところを狙っていきましたがアウトになりました。サイダーとパナソニックにサーブ権移ります。中本少し左に動きました。しかしワンタッチありましたので FC 東京に入りました。今のもサーブで乱したんですが、そうですね、やっぱ今のはここでうまく処理しましたよね、はい。山田もサーブです。ここはアウトになりました。児玉が前衛フロントローに行きました。コートリーターリベロの長野がベンチに下がります。山内がサーブをします。今日山内はサーブ効果率は 8.3%。 上原クバーレンですから中本つなぐ組役、まあ、タッチありませんでした。得点は FC 東京に入ります。玉谷が用意しています。手原がベンチに下がります。ここでセンターを変えてきました。新庄監督です。武田さん、ここでセンター変えてきましたね。そうですね、やっぱり6点差はちょっと苦しいなっていうようなところで、はい、変えたいところがあると思うんですよね、はい。気持ちは分かるんですけどもね、3本連続になってしまうと、はい、やはりパナソニックとしては楽な試合運びができるようになりますよね、はい。10点目がパナソニックに入ります。ガツムさん、谷口、玉谷バックトス、長友ライトからガツ、長野、清水は
返す酒長野ガツクビアクレフト玉屋アンダークバレン、ここは得点は FC 東京です。長野クバレンがお送りしましたね、はい、タイミングずらしたんですよね、最後、はい、バレン小さくガッツポーズ、さあ決めて、これがやはりこのクバレンのサーブ大事になるでしょうか。はい、そうですね、ちょっとサーブ連続でミスになってますね、はい、さあクバレンのサーブ、クビアク、ガッツ、クビアクライトからここはストレートに打ってきました、21点目、7本目ということになります。徐々に数字上げてきています。変化ボールさんよく拾いました。あれミドルを使う、フラッグが上がります。得点はパナソニックです。タッチはありません。さあ FC 東京は8番の栗山に代わって21番の平田を入れてきました平田がリリーフサーバーに入ります。22対14です。あ、失礼、あ、そうですね、もうミドルとしてミドルですね、はい、失礼しました、はい、さあ栗山のサーブ、ここへ出ました、甘いなーっと、ここはちょっとアンダッキーでした。レフェリーの台のところにボールが落ちてしまいました。 FC 東京ここでタイムアウトを取ります。2回目のタイムアウトです。やはりああやって強いサーブを打つとああいう風に得点につながるところっていうのもあるんですね。そうですね、あと緩急のつけたサーブですよね、あ、はいはい、あのその前には前の方にボールを打ってっていう形で、そこら辺をどっち打ってくるんだろうっていう風なのを、はい、最後まで FC 東京の選手たちがずっと構えてしまうんですよね、はいはい、ですのでいいその具合にいいタイミングで打ち分けてるっていうような感じがしますよね、はい、やはり日本上司ではなくて相手にこう疑心暗鬼させるではないですけれども、そういうことが必要になるんですね。そうですね、まあ、こういうところでも駆け引きですけどね、はい、クビアクのサーブが続きます。23対14、今度は強いサーブ、玉屋が上げてテスペホを使います。ブロックにかかる谷口、玉屋バックトス、長友ライトからここは押し込んできました。15点目が FC 東京に入ります。あのブロックは落ち際ですからね、はい、その動きになってないっていうのが仕方があるんですよね、はい、さあ途中から入っています平田、平田のサーブで流れを乗せられるか、乱れましたが、ガッツ、中本ブロックポイント、FC 東京です。16点目が入ります。このブロックはいかがでしょうか。そうですね、多分やっぱりしっかりと手前に出してましたんでね、はい、とにかく手を前に出してボールの打つコースっていうのを伝えていくっていうのが大事ですからね、はい、変化のかかったいいサーブですが、ミドルを使ってきました。小宮決めています。24点目、このクイックでもいかがでしょうか。そうですね、あれだけの速さがありますんでね、はい、ついてこれないですかね、はい、24対16です。パナソニック第3セット、セットポイントを迎えます。小宮のサーブ、谷口センターに帰ります。長友ライトから、うーん、ここは2つを狙いました。あ、いい速さですからね、はい、ついていけてないですからね。小宮にして右手に当たりました。24対17です。ここは残念ですが、エンドラインの外側にボールが落ちています。最後は FC 東京サーブ失敗に終わりました。25点目が FC
パナソニックに入りました。第3セットは25対17、パナソニックが取ってセットカウント2対1となりました。大竹英樹さんの解説でお送りしています。大竹さん、第3セット振り返っていかがでしょうか。そうですね、あのパナソニックの方がしっかりと中盤以降ですよね、はい、あの展開できたかなっていう感じと、やっぱりブロックがうまく機能し始めると強いなっていう感じがしましたね。はい、さあセットカウント2対1となって、この後第4セットへと入っていきます。パナソニックパンサーズ対 FC 東京の試合、第3セットまで終わっています。セットカウント2対1、パナソニックパンサーズがリードして、この後第4セットに入っていきます。パナソニックパンサーズ対 FC 東京の試合、セットカウント2対1、ホームのパナソニックがリードして、これから第4セットに入っていきます。元日本代表ミドルブロッカー大竹英幸さんの解説でお送りしています。さあ大竹さん、第4セットパナソニックが2対1とリードしてこれから迎えますけれども、第4セットはどんなところが注目でしょうか。そうですね、あの FC 東京の方としてはやはり巻き返すためにはそのサーブですよね、はい、ちょっと今の3セット目ですね、本数的にはミスが多かったのかなっていう風な感じがありますので、はい、これはもう一度あの2セット目の時みたいな形でしっかりと狙いどころを絞って、それで、サーブを攻めていくというふうな形ができると、また、取り返すことができるんじゃないかなって感じがしますけどね。なるほど、パナソニックとしてはいかがでしょうか。そうですね、パナソニックとしてはあの中盤以降ですね、はい、あのやはりブロックがうまく機能してきたっていうようなところが大きいと思いますね、はい、あのレシーブもそうすると上がることになってきますんでね、はい、なんでいいリズムが掴むことができてましたね、はい、さあ FC 東京、まずはクバレが決めてきました。バーレンがまず第4セットの立ち上がりは少しラリーが続きました。粘ってまず FC 東京が1点目取っています、はい、あの3セット目の中盤ぐらいの時もそうだったんですけども、はい、やっぱクバーレンがしっかりと決めていくっていうような形をすると、はい、いい形でつきながらあの戦っていくっていうようなことができますんでね、手原からミドル使います。ここは栗山、連続ポイントです。 FC 東京、タイミングのスパイクなんですよね、はい、やっぱりなかなか止まらないですね、はい、まあ、栗山も高い確率で決められるポテンシャルというのは非常に高い選手ですよね、はい、そうですね、ここでまあブロック賞も取ってますんで、はい、スパイク賞も取ってますんで ね、はい、まあ、キャプテンでもありますし、ちょっとね、辛いニュースが2つ続いたところでというので、本人が引っ張っていかなきゃいけないってい う, こう責任感っていうのもやっぱりあるでしょうね、そうですね、そこら辺はあると思いますよね、はい、彼自身もいろんな形で優勝経験してますんでね、はい、東亜学園、東海大と、まあ、
バレーのエリートコースと言っても過言ではないですよね、そうですね、はい、ありますからね。ブロック、ワンタッチアウトを取ってきました。まあ彼の場合はなかなか表情に出てこないっていうところもあるんですけどね、まあ優しい性格もしてますんで、はい、さあ2対2です。小宮のサーブです。失礼しました。ネットにかかってしまいました。ちょっと小宮も厳しい表情、やってしまったというような表情を浮かべました。3対2です。 FC 東京がリード。クバーレンのサーブです。3対2。今日まだサービスエースはありません。クビヤク2つ上げて清水ライトから、ここはきちっとした綺麗な形で決めてきました。今日はやはり清水ちょっと高さを意識しながらしっかりと長いコース打ってたんですよね、はい、今のももうほぼほぼブロックの上でしたからね、まあ、長年コンビを組んでいる復活もうこうあうんの呼吸っていうところもあるんでしょうか、そうですね、やはりその高さっていうふうなのを維持させるためにっていうようなところもお互いもうどんどんもうコンビは合ってますね。そうですよね、はい、完璧な状態は出来上がってると思いますよね、はい、中本ここ1枚止めました。今のはですね、はい、私しましたね、はい、4対3です。清水のサーブ、クバーレン、木原上げて縦を使います。栗山、長野、清水、ここも打ち抜いてきました。長友を狙いました。いいコースだったですね、はい、こう狙っておけばというような感じで、さあ清水のサーブが続きます。ネットイン、長友、ああここはよく落としてきました。長野の前に落としてきました。4点目が入ります。誰もいないところに落としてきました。長友、栗山のサーブから中本、リバウンド、エスペホ、手原、長友を使う、よく拾った清水、チャンスボールは FC 東京、手原上げる、エスペホレストからブロック、つなぎます。手原、エスペホ、清水、クビアク上げて清水ライトから、ここも決めてきました。ここでまた首役のトスアップからでした。はい、そうですね、しっかりとコース打ってますんでね、はい、どうでしょうか、こうしっかりとこう2回目のこのパスっていうのをセッター以外の選手も質が高いっていう感じがするんですけども、そうですね、トスにもですね、はい、柔らかくトスを上げてあげるっていう風な、はい、選手と、はい、その、まあ、勢いのまんまっていう風なのか、はい、ボールに勢いがついてるとやっぱアタッカー打ちづらくなるんですよね、はい、ですのでほわっとした柔らかいボールを上げてあげると、今みたいな形で清水 もう打ち分けることができるようになりますんでね、はい、そういうのセッターじゃない選手が上げるのがすごいですよね、そうですね、はい、まあ、基本的にはそういう風にしてしなければいけないんですけどね、あ、はい、まあ、選手によっては余裕がないような状況で上げたりとかっていう風なので、勢いのあるボールを上げてしまうっていうのが選手もいますんでね、はい、これは特にパナソニックの選手たちっていう風なのはいかにして柔らかいボールを上げてあげるかっていうようなところは意識しながらやってるみたいな感じしますけどね、はい、あ、ここはちょっとコンビ合いませんでした。あ、必ずしもセッターがトスを上げられるというような確証というのはないわけじゃないですか、そうですね、そういった時にやっぱり2回目にちゃんとトスを上げる番が回ってきた選手はここを上げなきゃいけないという決まり事というのはやっぱりパナソニックはしっかりしているわけなんでしょうか、そうですね、どういう風なボールを上げるかとかっていう風なところもそうですし、はい、まあ、普段の練習からそういう風なところもお互いに要求したりとかっていう風なことをしていると思いますんでね、なるほど、練習からこう本番を想定してっていうのがやっぱり伝わってくるところもあるんでしょうか、そうですね、
さあ7対7です。次どちらかに得点入りますとテクニカルタイムアウトですが、山内のサーブエンドラインの外側に落ちました。 FC 東京に8点目が入りました。第4セット1回目のテクニカルタイムアウトです。解説は大竹秀幸さんです。大竹さん、この第4セットの立ち上がりですけれども、序盤はいかがでしょうか。そうですね、FC 東京の方としてはいい形で1本目上げたりとかっていうような形ができてますんでね、はい、逆にパナソニックの方がちょっとミスしてるっていうようなところもありますので、そこをうまくついてっていうような形ができてますよね。はい、まあ新庄監督の指示を選手たちが聞いています。日本のパナソニックとしてはいかがでしょうか。そうですね、まずもう一回サーブレシーブしっかりと返して、そこからの攻めっていうような形はできると、はい、またいい形ができると思うんですけどね。はい、ヴィンセントコーチですかね、中本に対して指示を送っていましたけれども、そしてティリ監督の姿も見えます。まあ、ホームパナソニックのホームで行われています。パナソニック のファンの皆さんがハリセンをこう横に振りながら今声援を送っているところです。どうでしょうか、やはりこの新型コロナウイルスの感染対策の影響でファンの皆さん声出せないじゃないですか、はい、その分やっぱりこう声での指示っていうのはやっぱりいつもより通りやすいっていうところはあるんですかね。それはありますね。今春の高校バレーも無観客でやってますけれども、はい、すごい声が通ってるんですよね、はい、作戦タイムの声も相手のコートに聞こえるような感じになってしまってますんで、はい、結構やはり選手同士声を出すっていうようなところは普段以上にお互い通ってるっていうところがあるんじゃないでしょうかね。なるほど、まあ超えてしまってもやっぱりなかなか対策ってできるわけではないですよね。そうですね、まあこればっかりは仕方がないんでね、はい、逆に指示がない方がちょっとチームとしては成り立たない部分もありますからね。そうですよね、はい、さあ得点が FC 東京に入ります。なかなかやっぱりこう普段ですとお客さんの声援があったり、 FC 東京なんかね非常に声を出してサポーターが応援しますから。そうですよね、はい、通りに選手たちの声っていうのは通りにくいところがあるかと思うんですけれども、はい、そんな中だからこそやっぱり今まで以上に確認していかなければいけないところもあるでしょうね。はい、それはあると思いますけどね。はい、首約ちょっと高いか。得点 FC 東京です。連続ポイント10点目が入ります。先に10点台に FC 東京が乗せました。小田島のサーブです。首約からレフト、清水、今度はレフトから決めてきました。いい打ち方ですよね、はい、ブロッカーからするとあれストレートに打つのかクロスに打つのかっていうのは最後までわからないですからね。あ、そうなんですね、はい、やはりアタッカーとしてはそうやって思わせるっていうことも大事なんでしょうか。そうですね、まあ、清水自身がですね、はい、レフトから打つっていう風なのは本来だったらちょっと左肩が入ってしまうような感じになるんですけども、それを整体しながら助走に入っていくっていうような打ち方をするんですよね、はい、ですんで、ブロッカーからすると出どこが見づらいっていうようなところもありますので、はいはい、連続得点です。10点目に乗せています。小宮もいいブロックを決めました。深津が上げる。清水ライトから谷口、クバーレに対して枚数飛んでいたんですが、フォアワンタッチ取ってきました。1点目が入ります。はい、今のクバーレもいい打ち方ですよね、はい、今のもやはり手を狙ってというようなところが、そうですね、あれはもうブロックを打ちますね。さあ長友のサーブです。このサーブはちょっと大きくなってしまいました。サイドアウト。これから小宮がサーブを打ちます。山内がフロントローに行きましたのでコートへと戻っていきました。小宮が左サイドから奪う。ではね、帰って栗山打っていきます。ここもいい攻撃を見せました。やはり栗山としてはこのミドルというかこういったクイックになるでしょうか。そうですね、はい、ちょっと遅めの入りで、上でしっかりと打ち分けるっていうような打ち方ですよね、はい、やはり栗山独特のリズムっていうのが小竹さんの話からもあるんですね。はい、そうですね、もう彼は高校の時からずっとああいう風な打ち方ですからね、はい、
東亜学園ということでね、あの大竹一成選手も東亜学園ですからよく見てらっしゃると思うんですけれども、はい、さあ12対12清水のサーブです。ラインギリギリのところ入りました。サービスエースです。今日はこれで3本目です。そうですね、良いサーブというイメージもありますが、こう技ありのというのもあるんですね。打ち分けがしっかりとできてますよね、はい、強いサーブ、ネット際、栗山、深津、その奥は首は返すだけ、手原、うん、クバーレンもこれ返すだけ、首役上げて中本リバウンド、深津、もう一度中本、ボールはネットラインの外側に落ちています。中本ワンタッチ取ってきました。互いに最後決めきれなかった中で中本、はい、今のなんかにしてもやっぱりそのうまく、はい、中本苦しい状況だったんですけどね、はい、あのブロックに当ててうまく弾き出したりとか、あとその後自分のチームの方にですね、はい、返してリズムをつかむっていうような形ができてましたからね、はい。FC 東京たまらずタイムアウトを取りました。新保監督です。14対12です。どうでしょうか、お互いにこう点の取り合いというのが続いていますけれども、ここから抜け出すためにどんなことが必要になりそうでしょうか。そうですね、あの、まあ、FC 東京としてはやはりちょっともう一回サービスエース取りたいっていうような感じのところもありますよね、はい、それだけでも全然リズムがまた変わってくると思いますのでね、はい、やはりこうサーブでっていうのは相手に対するダメージっていうのも大きいでしょうか。はい、そうですね。それとあとやはり清水に決められてるっていう本数がかなりありますんでね、はい、あれはやはりワンタッチでも、もしくは拾っていくっていうような形ができるとまた変わってくると思うんですけどね。なるほど。さあ清水のサーブで試合が再開されます。14対12です。リードはパナソニック。ここまた変化をかけます。クバーレン、クバーレン変えてエスペホを打ってきます。エンドラインの内側に落ちています。エスペホがこう決めました。今の苦しい状態だったんですけどもね、はい、よく打ちましたね。エンドラインギリギリのところでした。14対13です。ふわっとしたサーブ入れていきます。ここはミドル使います。山内、山内もここ決めてきました。5本目です。もうこれずっといい高さをキープしてますよね。昨日は8分の7と高い確率も上げればほとんど決めてくれるというような感じでした。今日も高い確率で決めています。中本のサーブ、このサーブは伸びてしまいました。アウトです。毎度サーブの話にはなるんですけれども、狙わなきゃいけないでも入れなきゃいけないっていうので、サーブというのは結構リリーフサーバー以外でもプレッシャーかかるところっていうのはやっぱあるんですか。そうですね、やはりもうしっかりと入れて、まあ、入れるのが当然っていうふうに思われてしまいますけども、はい、その入れるだけじゃダメなので、はい、その崩すためにはどういうふうなサーブを打つかっていうようなところになってきますよね、はい、はい、山内7本目、ここまたクイック決めました。16対14パナソニックがリードして第4セット2回目のテクニカルタイムアウトです。さあ大竹さん、これから第4セット終盤へと入っていきますけれども、どんなところがここは勝負を分けそうでしょうか。そうですね、 FC 東京の方としてはやはり拾っていきたいところですよね、はい、まあ、今みたいな形でそのサーブレシーブ返されてしまうと、ああいうふうな形でいろんな攻撃パターンっていうなのでブロックがついていけないような状況になってしまいますんでね、はい、まあ、サーブで崩してそれで、終わったやつでも、トータルディフェンスがしっかりとできるっていうような形ができるといいんですけどもね、はい、パナソニックとしてはこの第4セットで決めたいというのもあるでしょうし、はい、それはあると思いますね、はい、FC 東京としてはこのセット取らないと勝利というのは見えてこないですから、はい、そうですよね、お互いにこうモチベーションもちょっと少し違う部分はあるかと思うんですけれども、はい、今パナソニックの方としては清水がしっかりと切ってるんでね、はい、あの枚数的にはかなり有利な部分がありますよね、はい、さあ第4セットも中盤へと入っていきます。パナソニックとしてはここは4セット目で決めたいところ。 FC 東京としては勝利のためには、はい、ギリギリライン範囲のところでした。 FC 東京としてはこのセットを取らないと勝利はありません。山
内もいい表情を見せています。やっぱりこのいいようにクイックも決められているのでサーブにもいい影響が出てるんでしょうか。そうですね、多分もう勢いでしっかりと打っていくことができるんでしょうね。はい、このクイック山内チャンスボール FC 東京、手原エスペホ、ここはフェイント組に入れてきました。15点目が入ります。 FC 東京です。いいタイミングですね。はい、FC 東京はエスペホがベンチに下がりました。26番の黒田がリリーフサーバーに送られます。さあ黒田さんです。クリアを狙う。ここもミドル小宮を使ってきました。両ミドルがしっかり働きをしている印象があります。それとやっぱり復活のトスですよね、はい、いい形で上げてますよね。はい、小宮もこれで5本目です。今のちょっとサーブレシーブ早かったんですけれども、はい、深津がその優しく少し待つような形でのトスを上げてあげてるっていうようなところもありますんでね、はい、アタッカーとしてはやっぱり打ちやすいですよね。はい、ここが FC 東京を切ってきました。エスペホが戻っています。バックセンターから右肩のあたり、復活の右肩のあたり狙いました。サーブ小田島です。右サイドから打ちます。このあたりを狙ってくるか。ここ中本狙いました。アンダーで復活、清水が打っていきます。長友と重なりました。返すだけ、長野復活、ミドルを使う。小宮連続ポイント、いい入りですね。はい、はい、両方のミドルがしっかりと決めています。パナソニック、クビアクのサーブです。ネットイン、手原、クバレ、つなぎます。谷口、クバレ、ブロック、手原、長友、ブロック、ここも立ちはだかりましたパナソニック。いやー、小宮がいい表情。中本、このセット2本目ですかね。はい、FC 東京が2回目のタイムアウトを取りました。20点台にパナソニックが乗せています。4点差です。まあ、小宮が今前にいる段階で非常にいい働きしていると思います。いかがでしょうか。そうですね、あのクイックにしてもそうですし、はい、やっぱりブロックでしっかりと対応できてますんでね、はい、この辺では FC 東京としてはなかなか抜けないなっていうようなところで苦しんでるところだと思いますけどね。はい、 FC 東京としては4点差をつけられました。中本も先ほどのブロックではないですけれども、やはり攻守にいい働きっていうのも昨日から合わせても続けてますよね。そうですよね、自分の役割っていうようなところはしっかりとプレーとして表してますよね。はい、さあハリセンを叩きながらの応援が続きます。パナソニックアリーナのパナソニックのファンの皆さんです。クリアのサーブ、強いサーブです。ワンタッチエース、21点目が入ります。この人にはサーブもあります。状況一つ変えません。クビアクのサーブちょっと乱れた。谷口ハイセット、クバーレン、ここは誰もいないところに落としてきました。この谷口からのハイセット、こういうのってやっぱり打ちにくいんでしょうか。そうですね、左利きの選手っていうのは特にあの後ろの方から来るレフトのゴールっていうのは打ちづらいですよね。ちょうど自分の真後ろから来るような感じになりますんでね。でもこういうのを決めてあげると仲間っていうのは助かるんですよね。そうですよね。ただこの後のサーブがアウトになりました。22点目パナソニックに入ります。パナソニックは小宮に変えて渡辺壮吾が入ります。渡辺壮吾がリリーフサーバーに送られました。
左サイドから受けます。手原に帰る長友、清水ガツ上げる、バックセンター首役、ここはボールはコートの外側に落ちました。23点目が入ります。首役バックセンターからでした。チャンスボールは確実にポイントを取りに来てますね。はい、渡辺のサーブが続きます。少し強めのサーブ、スローのワンタッチエースを取ってきました。うん、渡辺からもいい笑顔が見られました。リリースサーバーっていうのはこうサーブ1回で終わってはやっぱりいけないんですよね。そうですね、やはりあの、まあ、理想としては当然ポイントを取ってくれるといいんですけども、はい、あの崩して、はい、自分たちの、ブロックで仕留めるっていうような形ができるとまたそれも一つの仕事ですからね、はい、さあマッチポイントを迎えます。パナソニック24対17、渡辺のサーブです。エスペホから手原、長友ブロック、ここは止めました。山内が手を挙げました。25点目が入ります。パナソニックに25点目が入りました。最後のプレーご覧いただきましょう。そうですね、しっかりと移動できてますよね。はい、第4セット25対17、パナソニックが取りました。セットカウント3対1でパナソニックが FC 東京を下して2連勝となりました。このホーム2連戦 FC 東京戦を2つ取っています。第1セットは25対18でパナソニック、第2セットは25対22 FC 東京が取ってセットカウント1対1となって、第3セットは25対17でパナソニック、第4セットも25対17でパナソニックが取ってセットカウント3対1、パナソニックがこれで10勝目を挙げたということになりました。31ポイントとしています。解説は大竹秀幸さんでお送りしています。大竹さん、はい、パナソニックが3対1で勝利を収めましたが、この試合振り返って感想はいかがでしょうか。そうですね、まあ、3セット目4セット目ともにですね、はい、自分たちのパターンができたのかなっていう感じがしますよね、はい、やはりサーブで攻めてその後しっかりとブロックで仕留めるっていうような形ができてますんで、はい、まあ、そういうふうな形ができると連続ポイントも取れてチームとしても、リズムよく試合運びができるっていうような形ができるようになってますよね。はい、まあ、勝った清水、今画面にも映っていますけれども、すごい高い数字で、38分の23でアタック決定率が 60.53%、 バックアタックも14分の12と、上げれば決める 85.71% で、はい、サービスエースも3本決めてブロック3本と、はいはい、そうですね、はい、もうちゃんと自分の仕事をしっかりとできれば、はい、してチームの方も、勝利に結びつくっていうような形ができますんでね、はい、それをまさにお手本のようにしっかりとやってくれたっていうところですね。はい、さあ会場内ではまもなく勝利者インタビューベストパンサーが選ばれてというところで、これからインタビューゾーンも用意されようというところですが、まあ、敗れました FC 東京1セットは取ったんですけれどもね、はい、どんな印象でしょうか。そうですね、まあ、1セット取った時っていう風なのはいい形できてましたよね、はい、逆にパナソニックとは逆にですね、そのサーブで攻めてその後つなぎですよね、はい、1本目のディグなんかに関してもつながった後トスがしっかりと上がってそれをポイントにできてるっていうようなところでリズムをつかむことができて、はい、ポイント重ねることができてましたんでね、まあ、この先の試合なんかにしてもやはり自分たち その点を取るためのパターンっていう風なところがこの1セット取ったっていう風なところで、はい、だいぶまた見出すことができたんじゃないかなっていう感じがしますけどもね。はい、今その清水の後ろ姿も映っています。なんかこう清水の背中を見ると大きいな、頼りがいがあるなというような印象がありますけれども、はいはい、この一番っていう風なのは大きいですよね、はい、清水は。さあ会場では選手たちが試合後のクールダウンを行っているところです。まあ、年明け最初の2連戦となりましたパナソニックホームで FC 東京を迎えてのゲームということになりましたが、2連勝となりました。昨日は3対0、今日は3対1で勝利を収めています。まあ、多く集まりましたこのパナソニックのファンの皆さんも喜んでいるかと思いますが、これから勝利者インタビューを行われます。今日のベストパンサーは1番清水久美子選手。本日はデザートということでベストパンサーの清水選手
ースがなかなか機能できなかったので、その中で新藤さんは本当にいいバレーをしていましたし、いい攻撃をしていたと思いますので、その中でしっかりと戦術を含めて、組み替えて、こう対応をしていたんじゃないかと思います。昨日今日と2日間戦ってみまして、改めて今シーズンの FC 東京さん、いかがでしたか？いや、本当にいいバレーをしますし、本当にやってて楽しかったです。まだまだ、FC 東京さん力がもっと強いと思いますし、僕たちも気を抜かずに、